今日は三平方の定理をやろう。ポイントね。三平方の定理とは、直角三角形では特別な一つの式。成り立つよ。A. B. C. と辺の長さを置くと。A. の二乗プラス B. の二乗は。C. の二乗、つまり斜辺の二乗になる。A. の二乗と B. の二乗、足すと。斜辺の二乗になる。これだけ押さえておけば大丈夫。じゃあ、問題見ていこう。 じゃあ例題ね。図において x の値を求めよう。括弧位から見ると、直角三角形があって求めた x はこの斜辺の長さね。直角三角形があって斜辺の長さを求めたいとき、これはどうする？ポイントもう一回確認するよ。三平方の定理とは、直角三角形があったときに、そう a b それぞれ二乗して足すと斜辺の二乗になる。 A. の二乗プラス B. の二乗は斜辺の二乗になる。これはもう絶対覚えて、めちゃくちゃ重要な公式だよ。じゃあ、もう一回見ていこう。うん、問題を見ると、そう、A. の二乗と B. の二乗は斜辺の二乗になる。これを書くと。つまり A. は。三の二乗。それから B. は。四の二乗。これが斜辺の二乗になる。つまり X. の二乗ね。こうすると方程式ができて、X. の二乗っていうのは。 差算額四四十六だから足して25つまり x っていうのはそうプラスマイナス5なんだけど変だからマイナスはないよね。変の長さはプラスだから x はこの場合5。求めた x っていうのは 5cm ということがわかるよ。じゃあ弧にも同じように見ていこう。直角三角形があって今求めたいのは斜辺ねここ。ポイントは そう a の二乗プラス b の二乗は c の二乗ね。a の二乗と b の二乗は c の二乗。じゃあ書いていくと a の二乗、それから b の二乗ね。ここと c。つまり斜辺の二乗。こうすると二十五とそれから二十五かけるルート三の二乗は三だから二十五に三をかけて七十五は x の二乗。つまり x の二乗っていうのは百になって。 これを計算すると、X、っていうのはうん辺の長さだからマイナスはないよね。で 10cm ということが分かるよ。じゃあカッさ見ていくよ。今度は三角形があって xcm6cm6√2cm ね。見ていくとポイントはここ直角三角形でやっぱり斜辺が分かってるね。じゃあ計算するとそう A の2乗 B の2乗足すと C の2乗になる。 そうすると、x の二乗とそれから六の二乗を足すと、斜辺六ルート二の二乗になるよ。もうとにかく直角三角形を見たら、a の二乗プラス b の二乗は c の二乗。これを覚えてね。そうすると、x の二乗っていうのは、六ルートに二乗すると七十二になって、マイナス六の二乗移行するとマイナス三十六。つまり、x の二乗は三十六になって、x っていうのは六になるよね。 6, 6, だからでマイナスはないからこの6センチが答えになるよ。で図をよく見てこういうふうに三平方の定理を利用するとここ三角形の高さとかもね結構簡単に出すことができるよ。じゃあ次今度はうんやっぱり直角三角形があって A+B の二乗プラス、B、の二乗は C の二乗だね。で今回斜辺ってどこそう斜辺っていうのはここね。 一番三角形で長くなる斜めの辺のことね。九十度に対して真正面にくる。ここが斜辺ね。で見てみると、a の二乗と b の二乗を足すと c の二乗。つまり十二を二乗したものと x 二乗したものと十三を二乗したもの。それが等しくなるわけね。計算すると x の二乗っていうのは十三の二乗は百六十九。それから十二の二乗は百四十四。 計算すると x の二乗は25つまり x っていうのは 5×5×25 だからまあ書いておこうか二乗は25で x イコール5とうん答えはだから x イコール5センチになるよじゃあ練習ね図において x の値を求めよう1見ると直角三角形あるねで x はここ 直角三角形のときの定理はもう一つだけだよ。A の二乗プラス B の二乗は C の二乗。この直角三角形では、x の二乗と四の二乗足してみよう。そうするとどうなる？イコール。そうだね。斜辺の二乗になるよね。つまり六の二乗になるから、x の二乗プラス四の二乗は六の二乗。これを計算すると x の二乗っていうのは六六三十六四四十六三十六から十六を引くと二十になるよね。 つまり x っていうのは変だからマイナスじないからルート二十これを整理すると二十っていうのはこうなるね四かける五つまり二の二乗をかける五になるよねということは二乗があったらルートの外に出すことができるつまり二ルート五うんちゃんと整理した形で書いてこれが答えになるよ次ね括弧に 直角三角形があって求めたい x はこの斜辺。もうとにかく一つだけ。a の二乗プラス b の二乗は c の二乗。これを覚えよう今日は。ということは、まあ2ルート7の二乗と6の二乗足すと x の二乗に等しくなるわけね。これを整理すると x の二乗っていうのは2ルート7の二乗は4かける7だから28。28と6636足すと。 六十四になるわけね。つまり x っていうのは葉っぱ六十したから八と、うん。答えは x が八と。こうなるよ。じゃあカコさね。また直角三角形があって、うん。求めたいのはここの x ね。じゃあどうする。三平方の定理使おう。a の二乗と b の二乗は c の二乗。つまりこの場合には x の二乗とそれから八の二乗足すと。 どうなるそう斜辺の2乗に等しくなるこの場合には10だから10の2乗ね計算すると、X、の2乗っていうのは100から葉っぱ十し引くと36が残るわけねつまり、X、っていうのは 6cm もう一瞬で解けるわけね次今度は 2cm2cm あって直角で求めたいのはこの斜辺の、X、ねじゃあどうするそう 2の2乗と2の2乗を足すと斜辺の2乗になるわけね。X、の2乗。ということは、X、の2乗っていうのは4と4足して8つまり、X、っていうのは8でこれ整理しよう8っていうのはそう 2, か2の2乗 ×2 だよね 4×2 は8だから。ということは2乗があるからの外に出しちゃって2ル2ト、うん単位はセンチで。 これが答えねで図をよく見てこれは正方形の対角線の長さ三平方の定理を利用するとこうして対角線の長さも出せるわけね。今日のポイントね三平方の定理は A の2乗と b の2乗を足すと c の2乗になるこれさえ押さえていけば大丈夫だよ。